は日本のウユニ塩湖と呼ばれている秩父ヶ浜の前のかき氷カフェに来ています。鏡張りの写真が撮れるのは干潮と日の入りが重なった時間ですので、今日はごく普通の海岸ですね。それでは、かき氷カフェに行ってみたいと思います。お盆も過ぎましたのでひっそりしてますね。